はい、どうもコミです。さて本日は TH コンプリーターさんからいきたいというふうに思います。で本日お話ししたいのはクイヒードラゴンライダーになるんですけども、でこれがね結構使えるその配置の選び方的なところっていうのを中心に話していきつつ、まあ、どんな風に応用していくのかっていうところに関しても、まあ、触れれるだけ触れていけたらなというふうに思います。これドラゴン戦術をね使う方ってやっぱりドラゴンラッシュの形でドバッと出すでレイジヒールフリーズってやっていくパターンが多いと思うんですけども、それ一辺とだとやっぱり、ね、取りきれないムラが出てきちゃうと思うんですね。でそういう時に僕もたまに使うんですけど、刺さるムラを選んで使うとめちゃくちゃねクイヒーパートもそんなに無茶しなくても進んでいってくれるし、やりやすさもある戦術です。で特にこれまでタウンホール13なんかで、クイヒー系の戦術ディガホグとか、あとはクイヒーのスーラバン、クイヒーラバルかとかですね、やってきた人またはこれからやってきた人はこのクイヒードラゴンライダーすごく入門としても強い戦術なので、ぜひね試してみてもらえたというふうに思います。クイヒーとラバルやるよりも全然簡単ですね。でちなみに TH コンプリーターさん、今ね、クラメン大募集してるそうです。自分結構知らなかったんですけど、クラメンの人数多いんで、まあ、だけど結構サブアカの人があるのかな、なんか、大募集中らしいのでね、もし、興味がある人がいたら、ぜひ、来ていただけたらなと思うんですけども、めちゃくちゃね、面白いですよ。だいたい、20代と半ばぐらいの方が多いのかな、学生の方も当然いるし、比較的年齢層はカンクラに比べると若めですね。なんで、みんなでこのね、ワイワイボイチャなんかしながらプレイしたりとかしてるし、見てて楽しそうだなっていうふうに思います。ぜひ、興味があったらね、来てもらえたらと思うんですけども。さあ、これを行きましょう。まずはユウさんのあたりね。で、ユウさんがね、この戦術結構うまいんだよな。レジェンドでやろうと思うと、プランニングにやっぱり時間取られたりしちゃって、なかなか、難しさもあるんですけども、クラン体験だとそうでもないんですよね。突撃艦イエティでこれ0時かけずにアチャクイ倒しながらマルチインフェ壊しましたね。この仕事はでかいな。これスケトラがあったら厳しいのかもしれないけど、突撃艦イエティでこの1区画アーチャークイーン含めた1区画を丸々壊しちゃうっていうのは相当アドバンテージ大きいですね。でこれをやることによってアチャクイがしっかりと横打ちもされずに三重方面に歩いていくと。で、壁を上げて中に入っていくんです、ね。中入った先には、シングルインフェ投石、援軍があります。で、これがポイントですね。やりやすい配置って言ったけども、やる価値のある配置かどうかっていうのは、こうね、結構、どういったら、ちょっと待ってくださいね。一旦止めます。こういう風に、村全体が9つにこう割れてる配置って結構やりやすいんじゃないかなってイメージがあります。で、かつ、ここか、ここか、ここか、ここ。このね、真ん中の区画のどっかに入って、アドバンテージが取れる区画が美味しいです。で、こことここダメっすね。なんでかっていうと、まあ、クロスボウはあるけども、イーグル砲もあるけども、やっぱりね、ドラゴンライダーをやろうと思った時に脅威になってくるのは、投石機なんですよね。こいつはやっぱりなんとかしておきたい。で、もう一個、ここがダメな理由っていうのは、タウンホールがここにあるからなんですね。アーチャークイーンが中に入っていった時に、これババキゲームこう出てきたの分かりますかね。こいつでタウンホールを落としたいんですよ。なんでさっき書いた、まあ、これ、このね、4つのうち、タウンホールがある両サイドっていうのを見るといいですね。で、そこの両サイドに、アドバンテージが取れる区画があるかどうか、になってるかどうかですね。まあ、これはっきり言って逆から言っちゃうと結構難しい目に遭うと思うんです。やれなくはないと思うけども、セオリーのパターンにははめられないので、こんな感じでですね、タウンホールを、ババキンで抜いてあげることによって、アーチャークイーンが奥に進む過程でこうね、お前対空砲に撃たれてますけども、これスケトラがあったからちょっと手戻っちゃってますが、ババキンが対空砲ちゃんと折ってくれれば、ヒーラーも焼かれなし、タウンホールもこんな感じでババキンに処理してるという感じですね。これね、スケトラがあまりも多すぎたんで、ついここフリーズで固めていってますが、今やっぱりね、こういう攻め方だいぶ警戒されてるんですね。タウンホール周りにスケトラが特に陸であったりするケースが多いんで、今国外のクランにおいて、
ドラゴンラッシュ、花火とかね、あとはまあノバ系の戦術っていうのは、そんなメジャーではないと思うんです。割とね、そのペッカスパビズ、まあ、中華式ですね、あれやるプレイヤーが多いので、リクスケルトンとか普通にあるんですよね。なので、あのパワキンでタウンホールを壊そうと思うと、そこにスケルトンがあってうまくいかないケースっていうのは結構あります。そういった場合にはちゃんとねフリーズで固める等々して、タウンホールをババキンが壊し損ねないようにサポートすること大事ですね。で、ここまでコアーチャークイーンとババキンで壊すことができたんで、この面からドラゴンライダーをぐるっと回るという感じですね。まあ、ここはもう壊れてるか、もう序盤に壊します、こんな感じですね。はい、この部分を壊した後もまっすぐ持っていく、ね、いやもうルートができちゃうともうドラゴンライダー止まんないっすよね。これ普通に4体5体か残った状態、1体も落ちてないんじゃないかなこれっていうぐらいですね。でロイヤルチャンピオンも今回ドラゴンライダーに混ぜてきましてね、相手のババキンと当たるところで落ちましたけども、まあそれはあの落ちちゃってもいいよっていう感じでしょうね。おそらくババキンがこの9時側にここに張ってたんで、どっから出そうがババキンとロイちゃん当たらざるを得ないっていうね。はい、まあまあなんだろう、ここをロイちゃんに壊させて、9時側なんていうの、ここのところでアチャク入れてってゴマを使うって手もあったのかもしれないけど、まあ、突撃艦イエティで確実にやった方が事故は少ないですよね。インビジの呪文のタイミングとか、まあ、スケートの呪文を使うとか、まあ、いろいろ方法はあるんでしょうけど、まあ、呪文ゼロであそこの独自側削るにはあれが一番ベストだったのかなという気は、します。はい、で次いきます。ユタさんのアタック、ユタさんってユタ中央さんではなくて、ウライアンさんのアカウントかなこれ多分。すごいね、変わった攻め方をするウライアンさんですけども、最近結構ね、あの普通の攻め方、普通って言ったらなんか超失礼だよね、あのいやめちゃくちゃうまいんだけど、あの前のウライアンさんほどあのとんがった攻め方を最近はされてないですね。確実に結果を出す攻め方をなさっているという感じです。で、今回ですね、少し変則的なんですけども、この区画見てもらうと、アンホールをここから抜けるんですね、こういう風に。で、これを見逃さなかったっていうことですね。あの、クイヒーをするもう一個のメリットは、タウンホールを壁の外から抜ける場合、めちゃくちゃ強いぞっていうところです。で、この狭い区画にクイーンを誘導すると、ここですね、この大工のやつ。タウンホールを壁外から打てるんで、ポイズン効果を全無視できる。で、かつ、スーパーガーゴイル、これもクイヒーで処理ができるので、こんな感じですね。これによって、残った区画を壊すように出しつつ、ドラゴンライダーたち、無双するということですね。で、ババキンはこれ、横サイドのこっちですね、カットしていってますね。で、そこでちゃんと相手のアーチャークイーンを倒すことができてるので、ここでアーチャークイーン、レイジやクロークを吐かされる、ポイントが1個減りましたね。で、しっかりと、レイジ状態のアーチャークイーンでタウンホールを撃破。で行って奥へ奥へとアチャクイを進めていく、ところ、ちゃんとレイジをかけてアチャクイの回復力を上げたところでドラゴンライダーですね。でこのレイジ効果時間約8秒7秒ぐらいかなの間っていうのはアチャクイそう簡単に落ちないので、ちょっと目を離しても大丈夫になります。ここでドラゴンライダーを展開し、グランドウォーデン、さらにストライカーと、でボマーも展開していく。またアチャクイに目を戻してインビジブルレイジをここで打っていくというね、行ったり来たりするんですけども、あのアチャックから目を離すときには基本的にはレイジをかけて回復量を上げておく。で、まあ、ここならアチャック目を離しても落ちないなっていう状態を作ってから目を離さないと、両方見るの結構大変ですからね。上手い人は見るのかもしれないけど、まあ、少なくとも僕は見れないし、あの、そういうね、なんだ、この戦術に慣れてる方でないと少しリスキーなのかなという気がしますね。まあ、そんな回もあって最終盤までアチャクイちゃんと生き残ってくれて、ドラゴンライダー、もう3体かな、いますね。グランドウォーデンじゃないわ、ロイヤルチャンピオンも生き残ってるんで、もう盤石の形というところですね。で、忘れちゃいけないのがこれね、回収のガーゴイルここにいますけども、こいつらをなるべく早く展開するというところですね。あのドラゴンと違って、ドラゴンライダーってストレージ系殴ってくれないんで、あのラバルスドリと同じですね。早めに額を出しておかないと、あの時間切れになっちゃいます。この戦術、すごい時間切れが怖い戦術の1個なので、あの時間のね、管理というのもしっかりしていく必要がありますね。あともう2本行きたいというふうに思うんですけども、もう1個ランボさんの見ましょうかね。これもね、うまいドラゴンライダーだったんだよな、本当に。ここのね、区画を
アーチャークイーンでこう入っていくんですね。そうすると投石に、援軍にイーグル、この辺だと相手のチェックいいかな、この辺全部やっつけることができるという感じですね。でやっぱりさっきのと同じですね、あの形的には、まあ、1,2,3,4,5,6,7、まあ、こんな感じになってるんですけども、まあ、この部分がだから壁になってないって感じかな、あのマンホールがある両脇のここかここに入れていくっていう感じですね。今回は北側の、ここを選んだと、ここを選んでますね。そこにアチャクを誘導していく。で、ここに入ってアドバンテージが取れるんですね。投石機があって、防衛軍が倒せてと。で、タウンホールに関してはしっかりさっきと同じようにババキンと、ババキン使ってケアしていくという感じになっています。やっぱね、ロケバルが出てくるっていう時点でもうだいぶ食い火警戒してますよね的な匂いがプンプンしますよね。ただしっかりとここはフリーズ、ポイズン、レイジを重ねかけて、切り抜けていく。こういうところがやっぱね、あの食い火慣れているか慣れてないかで差が出るポイントで、ランボさんうまいです。ゲーム、俺だったら多分あそこ事故るな。コルキーしかしない、マジで。あの、ロケバルとね、ストライカーのコンビはあんま好きじゃないですね。あとまあロケバルとスーパーガーゴールとかのねコンビはあまり好きではない。で、相手のババキンに対してはしっかりババキン対ババキンの形を作りつつ、後ろからストライカー2体を使ってスピーチに処理していく。若干ヤクがダメージくれましたけど、まあ問題ないでしょうね。で、はい、こんな感じ。トルネットラップにね、うまいことストライカーがかかってくれましたね。これラッキーですね。トルネをババキンは回避することができて、そのままフィストを使った状態でタウンホール、ババリアを引き連れて、これババアをね、ちゃんと生かす意味でフリーズを使いましたね。フリーズがないとババアがね、生きないので、そこで、タンホール破壊に時間かかってしまうと、のしのし、苦戦しちゃうので、そこを突破するのを早めるためにフリーズ使いましたね。で、さらにここ、スーパーウォールブレイクで壁開けていきましたけども、ここの壁が開いてます、ここが開いてます、ここ施設がありませんとなると、出したスーパーウォールブレイクが一番近い壁に向かっていきますね。そこのちゃんと、ポイントを見極めて出してきました。こっちのね、壁についちゃうかなと思ったんですけども、これ出しどころがうまかったって感じですかね。はい。で、相手のイーグル砲に関しては、アーチャークイーンが中から、壁中から殴っていくという感じで、まあ、アーチャークイーンの仕事って正味、まあ、このぐらいなんですね。このぐらい。ここを歩かせたぐらいなんですけど、はい。なんですけどもね、やっぱそこは歩きながらずっとね、アーチャークイーンが殴り続けてくれる防衛っていうのは、あの主力な防衛ばっかなので、仕事をしている、その、歩いている範囲っていうのは狭いんですけど、その周辺部分、まあ、この辺ぐらいまでですね、こういう風に壊してくれる。ということで、だいぶね、見た目以上に、アチャクイが歩いている場所以上に、こう線を描いてみると、なかなか広範囲、アチャクイ殴ってんだなってことがわかりますよね。なのでね、まあ、2、3区画ぐらい移動をさせればもう十分っていう感じですね。それ以上は望む必要なくて、また望んじゃうと、時間切れを起こしちゃうので、早めにドラゴンライダー展開することを意識した方がいいのかなというふうに思います。で、ラストですね。あー、間違えた。これじゃないね。ランボさんのね、タックもう一個見ていきたいんですけども、時間切れのパターンですね。ちょっと見ていきたいという。これもね、惜しかったんですけどね。93% ですね。これさっきの話にも出した綺麗な嗅覚人ですね。で、アーチャークイーンをね、出す位置がこのタウンホール側から出してますけども、このパターン結構ね、僕はいいと思ってます。ユニコーンつけてるんで、序盤別にヒーラースケットもなんとかなるんですね。で、回復を壊してからアーチャークイーンが進む方向をちゃんと見極めてヒーラーを出していくという感じですね。これまだわかんないから、こっちに来たのを見計らってヒーラーを当てていくと。はい。角度をちゃんとね、つけて当てていくことによって、なるべく、こういうところにあるホーミングを拾わないとか、タウンホールが万が一起動しても、ヒーラーが少しでも撃たれにくくするっていうね、処置をしておく。で、ここに関してはもう壁に穴が開いているので、ババキンを流していって、タウンホールを狙っていくわけなんですけども、ここからスーパーボールブレーカー2枚ですね。おそらくこの壁を開けていくのに、ごめんなさい。この壁を開けていくのに使っていく。ここの壁を開けて、次こっちに当てるって感じですね。おそらくそういう使い方になると思います。これでインビジを使って、相手のロイヤルチャンピオンを撃破。デイジを使うか、インビジを使うか、フリーズを使うか。まあ、デイジを使うと2枠使っちゃうので、なるべくフリーズインビジで、まあ、切り抜けられるんだったら切り抜けていきたいところだと思うんですけども、
あのフリーズっていうのはあの防衛施設を当然狙うんで、ある一定の防衛しか止められないんですけども、インビジを使うとどっから撃ってこようがアーチャークイーンのタゲが取れなくなっちゃうので、あのきっちりね、ダメージをゼロにすることができるという意味で、あの瞬間的な守りだったらインビジの方が全然強いですね。で、アーチャークイーン、ここあの気をつけないといけないのはこれね、あのクローク吐かされちゃっていて、でさらに、ここウォールブレイカー出すのが多分ね、何らかの理由で遅れちゃったんですよね、ここね。で、壁の中にアーチャークイーンが入っていくタイミングで、だいぶ時間を取らされてしまって、その結果、クローク入って、で、クロークがない状態で、グランドウォーゼントに撃たれ続けてやられちゃったということで、こうなっても実はドラゴンライダーって取れるんですね。すいません。防衛軍をね、倒しておくと、意外とドラゴンライダー短期で伸びまくるんですよ。めっちゃ伸びるんですけど。だけど、やっぱりこれね、時間が厳しくなっちゃうんですね。クイヒーが本来処理をするこの辺の施設っていうところに、ドラゴンライダーが今一体向かっちゃったっていうところと、で、ここを最後、処理しきれなくて、時間切れで終わっちゃうんですね。で、クイヒードラゴンライダーする場合、やっぱり、時間を巻くって、なんかこの動画の中でも何度も言ってきましたけども、そこのケアが、どうしてもね、クイーンが落ちちゃうともう治療がなくなっちゃうので、こっからですよね、クロスボウ、アーチャーと、あとは迫撃砲か、まあ、この辺って、まあまあ、なんとかグランドウォーデンとドラゴンでやれなくもないような風にも見えるんだけども、まあ、いかんせん、それ以上に時間が厳しすぎて、もうどうもなんなかったって感じですね。はい。こんな感じです。まあ、ですんでね、まあ、今回アーチャークイーンが落ちなければ全開だったんでしょうけども、そういうなんていうのかな、強さ、破壊力よりも時間のケアの方が難しい戦術なのかなっていう風な印象があります、この攻め方。自分も何度かやってみたところ、本当時間切れになること結構あるんで、残り1分20秒ぐらいでドラゴンライドを展開するとアーチャークイーンがいない場合もうそれで時間切れになっちゃうし、まあ、最短1分強ぐらいで、アーチャークイーンも生きているドラゴンライダーもそれなりにうまく回っている場合には、前回いけるんですけど、安全見るなら1分半ぐらいで、ドラゴンライダー始められるぐらいの方がいいと思うし。で、そういう、なんていうのかな、タイミングで始めずに、だらだらとクイヒー引っ張っちゃったりすると、まあ、こんな、こんな風ではないな。この攻め方は全然そんな風に引っ張ってないんですけども、今回のね、ランボさんのケース、まあ、時間切れっていうね、時間切れにやっぱ、ね、なってしまうので、あまりクイヒー引っ張らずに早めにドラゴンライダー展開できるような形を作っていくっていうのがいいのかなというふうに。で、入っていくのはさっき言ったけども、タウンホールがあった場合にホール区画のどっちか、サイドですねに、クイーンを入れていって、そこで、クイヒーのアドバンテージが取れるかどうかですね、そこを 見極めてみて、またかとアドバンテージが取れないなと思ったら、そこでクイヒー、ドラゴンライダーするのはやれなくはないけども、ちょっと難しさが増しちゃうというところをね、理解しながら使ってみるといいのかなというふうに思います。はい、というところでですね、結構、ドラゴンラッシュに対策をされている村だったり、に出くわした場合に、こういう選択肢があると、まあ、結構強いし、で、クランの中でみんなが使えなくてもいいと思うんで、何人かこれを使えるようにしておくと、チームとしてのこのね、バランスが良くなると思いますので、ぜひ参考にしてもらって、練習してもらえたらなというふうに思います。で、私のチャンネルなんですけども、こんな形でクラン対戦の解説の動画中心にやっております。タンホール12から14まで幅広く扱っておりますので、この動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。で、またですね、これからもどうぞご視聴いただけたら嬉しいです。というところで、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。で、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。